これ桜井誠さんについて、まあ所感をまず述べておきますけども、以前言った通りなんですよ。朝鮮に対してものすごい汚い言葉で罵ってね、凱旋活動したりとかっていうね、そういう活動をしているということは存じ上げておりました。別に私これまでですね、あまり批判的なことを言ってこなかったんですね。なぜならば別に何かに気をつかせたわけでも何でもなくて、別に批判する理由がなかったから批判をしてこなかっただけです。いや、むしろそこまで言って委員会でね、在特会はけしからんみたいな話題になった時に、いやいや皆さんそんな悪いことばっかり言うけれども、在特会によってね、明らかになったこととかプラスの面だってあるんですよってことを地上波でもう全国放送でやりましたからね。関東以外全国放送ですけども、だからみんなね、両手話でバッシングしてる時に私は変わったわけですよ。でね、私もね、番組で韓国のこととかいっぱいやってますから、桜井さんがブチ切れる気持ちはよくわかる。だってひどいもん、本当に。わかるわかる、本当わかります。それは同じ気持ちです。日本、それは政治的見解でね、違うとこあるでしょうけど、それは一緒になるわけないのでね、それは同じとこもあるし違うとこもある、それだけの話ですよ。ただね、武田さんはどう思いますかとかね、評価しますかとかいろいろ言われることありますけども、いや別にね、気持ちはわかるし、ただ私はああいう手法は取りませんというだけなんですね。だって同じ手法を取る人は別に2人いなくていいわけだから、私は別の手法でやってるわけなんです。桜井さんは桜井さんなりの、手法があるわけでしょ。どうぞやればいいんじゃないですか。私はそういうやり方はしないだけ、性に合ってないから私はそういうやり方はしないだけなので、それだけのことですよ。でですね、で桜井さんが番組やってますでしょ、ね。そこでね、こういうことをおっしゃったんですね。リスナーがですね、リスナーが武田さんが一番腹が立ちますってコメントしたわけですよ。これ要するにオリンピックの話ですね。ほら、桜井誠さんはオリンピック反対です。私はオリンピック賛成ですから、だから私がね、オリンピックやれ、オリンピックやれとか言ってね、共産党のね、弁護士とやり合ったりとかしてたのを、なんか苦々しく見てた人がいるんじゃないですか。桜井誠さんのファンの方でしょうね。武田さんが一番腹が立ちますって、嬉しいんです、こういうこと言ってくれるの。一番っていうのがいいよね。10番目だと面白くないけど、一番腹が立つっていうことは、やっぱほら、オリンピックやるべきだという言論の中で、私の言葉が刺さってたんですよ、この人に。でしょ。だからね、武田が一番腹立つ、これ私一番嬉しいんですよ。こういうのを聞くとね、やる気がすごい出てくるんですね。ありがたい、ありがたいや。これに対して桜井さんが反応したんですよ。こう言いました。武田ってのはね、もうとっくの昔に功績離脱してますからね。父親が IOC 関連でしょ。それでオリンピック開くことに執念燃やしてんの。所詮は金だけですから。だからね、世俗に染まるってのはこういうことなんですね。金が一番なんだっていう、その世俗に染まってしまうと、人間たとえ元がどうであれ、ろくな判断しないんですよ。これ私がオリンピック賛成と言っていることに対する桜井さんのコメントです。で、私はこれに対して、桜井さんね、と、私ね、 IOC から金もらってないよと。金だって言うけど、私 IOC から金もらってないでしょと。なんなら父はね、確かに IOC 委員だったし JOC の会長だったけど、もうとっくの前に辞めてるじゃないですか。かつてはね、そら役員やってたら金は出てたでしょうよ。でも今出てないわけだから、今そんなオリンピックをやったからといって金をもらえるわけじゃない。父だって金もらえないし、そもそも私は、IOC とか JOC からお金なんかもらったことないですからね。払うことはあってももらうことはないですからね。だからそんな、ほら、私一応ね、副業で言論やってるじゃないですか。本業はラーメン屋ですからね。一応副業ですけど、言論やってるじゃないですか。そうそうですよ。ね、ややこしい。ほら、お前の言論はね、金なのかと。
正しいことを言わずにね、金でね、なんかほら、所詮は金だけですからって私言われてるわけですよ。世俗に染まるってこういうことね、金が一番なんだっていうことね。世俗に染まってしまうと、たとえ人間どうであれろくな判断しない。つまりこれね、オリンピック賛成という私の判断に対するこれ批判ですよね。だから武田っていうのはろくな判断しないわけですよ。五輪をやれって言ってるこの主張はろくな判断してないわけですね。なんでって、理由は金ですわ。 IOC から金もらってんのっては直で言ってないですけども、そういうことですよね。でこれね、桜井誠さんの審判が武田さんに違うと。で桜井さんはね、お父さんのことを言ってるだけであって、武田さんがねオリンピックでお金もらってるなんか言ってませんよって言うんですけども、私に言わしたらバカかと頭よ、まあ頭不自由すぎるっしょ。いいですか、こっからね、小学校の国語の時間です。いいですか、はい、この武田誰です。私ですね。ほらほら、オリンピックの話題でね、ね、オリンピック開催反対と言ってるその武田さんが一番腹が立ちますとリスナーが言ってるわけですね。でそれを桜井さんは理解しました。武田ってのはねって来るわけです。はい、武田ってのはね、もうとっくの昔に功績離脱してますから、父親が IOC の関連でしょって言ってる時点で、それより前は息子の話してるわけだからね。どうでしょう、これは。はい、赤で囲ったのはイコール私ということにしましょう。いいですね、はい、いいですよね。ということはここで言う武田は常康のことです。これも常康のことですね。ここで初めて父親の話になりました。父親って言ってる時点で当然息子の話です。これまでね、父親が IOC 関連でしょと。はい、こっから問題です。それでオリンピック開くことに執念燃やしてんのって、これ誰です。誰がオリンピック開くことに執念燃やしてんですか。常康でしょ。ちょっといいですか、私の父いつオリンピックやれって言いました。私はね、テレビとかこういうインターネット番組でオリンピックやれやれやれで署名までやってやれって言ってるわけですよ。私の父やってないですからね、あれ以降テレビ出てませんからね私の父執念燃やしてるって ないです。だってそもそもほら、武田がねオリンピックやれって言ってることに対する話から始まって、まあ一時期お父さんが IOC って言ったわけだけども、こっからまあ常康の話に戻ってるんですよ。そこでオリンピック開くことに執念燃やしてるのって私のことですから言っておきますけど、父は やってないわけだからね。所詮は金ですかって、これ主語は誰ですか。はい、でこれね、河川は常康のことですね。父親のことじゃないですよ、常康のことですよ。はい、オリンピック開くことに執念を燃やしてんのは常康ですよ。いや別に私執念燃やしてないんですけど、彼がそう言ってるわけです。はい、所詮は金だけですからって誰のことですか。所詮は金ですかだけですからって、これ私の話ですよ。そもそも話題はオリンピック賛成って言ってる武田が腹が立つって話ですから、オリンピック開くことに執念を燃やしてるのは武田常康です。所詮は金だけですからって、もう父親のことを触れたけど、あとずっと武田常康の話してるんですよ。オリンピックを開けという言論の話ですよ。だから世俗に染まっていると、これも常康の話ですよ。金が一番だっていうのも常康の話で、父親の話じゃないじゃないですか。だって執念を燃やしてることに対してね、世俗に染まってる金が一番だと言ってるんですよ。執念を燃やしてるのは親父じゃないですからね、私ですからね。桜井さんに言わせればね、人間たとえ元がどうって、これ元皇族だったことについて触れてるんでしょ。まあ生まれはいいかもしれないけども、金にまみれたらろくな判断しないんですよ。そういうことでしょ。だから私は桜井さんに聞いてんですよ。私の言論で金だって言うけど、え、金もらってないよって、え、どうしたらオリンピックやれば私金もらえるんですか。どうしたら IOC から私はお金がもらえるんですか。
私がオリンピックやるべきだと言ってるのは所詮金であると、武田の言論、武田恒康の言論というのは世俗に染まったものであって所詮金なんだと、ろくな判断してないと、だからオリンピック開催しろとか言っちゃうわけですよね。ですから父親の話出てきましたけども、これ全部最初から最後まで武田恒康の話してんですよね。そこで聞いたんですよ、私がね IOC から金もらってる証拠あんのかって言ったら、桜井さんが動画で酒飲みながら答えてましたよ。週刊誌出てるでしょ、だって親父お金もらったでしょと、週刊誌出てるよねって言ったんです。いやそれ役員やってる時はもらってたでしょうよ、私です。はい、私がいつ IOC から金もらった、私のねほら主張がろくな判断しないし、金だ世俗に染まってるって言うんだったら、じゃあ私がどうやったらねオリンピックやったらどういうふうに IOC からお金もらえんのか、それ根拠あるんだったら言え、それだけのことです。いやこれ根拠ないんだったらすいません、言葉が滑りましたと。確かにお父さんはもらったかもしれなかったけど、あなたはもらってるかどうか私は知らないし、あれはちょっと言葉が滑りましたって言ってごめんなさいと、ちょっとカートになってね、知り滅裂なこと言っちゃいましたって言えば済む話ですよ。いや謝んないんだったら、じゃあね武田がね IOC から、武田恒康がね、IOC から金もらってるっていう週刊誌記事があるならば出してもらいましょう。あるわけない、そんなん。私基本週刊誌見てますけども、こんな記事一度も出たことないですからね。はい、だからね、あんなにねその桜井誠さんっていうのはね、事実じゃない主張に対して厳しく、切り込む人だと思ってましたけども、こんなにずさんな根拠で人を攻撃しちゃうんだってびっくりしたんですよ。いやだからね、ちゃんとね論理的な批判があれば私から論理的批判をする、これ論じゃないですか。少なくともこれってまず最初から最後まで人格攻撃でしょ、私の主張していることのここが違うとか言えば議論になるけれども、これ最初から最後まで私の人格攻撃なんですよ。金が一番ですと、ろくな判断しないよね、所詮金でしょと。いやそれ本当だったらともかく、いや私どうやって IOC から金もらうのよ。いや本当冗談じゃないですよね。はい、でこれでね私がまあ公開質問って出したら、いや週刊誌に書いてある、書いてねえよっつうんですよ。どこに書いたんですか。武田恒康はね、はいオリンピックは賛成してますよと、だって IOC から金もらってますからねって、ろくな判断しないでね金もらったから操られてるっていう話、どこの週刊誌に書いてあるんです。はい、だから結局なんかね、あのまず人格攻撃、しかも根拠ない、ね、あの根拠なく、虚偽のことを言ってるわけですからね。でそれが、日本の政治を変える冗談じゃないよ。はい、まあ別にね、もともと私は桜井誠さんに対して別にあんま興味がないというか、ああいうやり方する人がいてもいいんじゃんというだけですから、別にわざわざ潰すつもりもないし、みんなで応援しようなんて言うつもりもない、あまり興味がなかったわけですよね。まあでもこういうことを言われたら、こんなにいい加減な人なのっていうね、いやびっくりした。もうちょっとね、もうちょっとちゃんとね、いや鋭い言葉で突っ込む以上はそれなりの、ね、根拠があって言ってんのかと思ってたけども、残念だなと思ったんですね。やっぱ保守政党が立ち上がってそれなりに議席でも取ったら、それはちょっと日本面白くなるかなという期待もありましたけども、こんな適当なことを言う人が党首かということで、私はもう、まあ、まあ別に期待はしてなかったですけども、ふーんと、あそんないい加減な人だったんだということです。でそしたら何でしたっけ、文句あんなら俺の事務所に来いとか言ってるわけです。いや何言ってんだと、お前謝りに来いやって話ですからね。間違ったこと言ってごめんなさいって謝りに来るって言うんだったら会いますよ。でどこの組員だよって話でしょ、そんな文句あんたったら事務所に来いと、しかも一人で来いみたいな。いやいやだってね、桜井さんが武田の人格攻撃を根拠なくやってのけた、それに対して私はね事実無根であると言ったわけですよ。でもし弁明するんだったら来なさいよ。いやあのこういう正しいこと言ってるつもりなんでって言うんだったら来ればいいじゃないですか。でもし違うって言うんだったら謝りに来ればいいじゃないですか。
だから文句あんだったら俺の事務所に来いって、なんでそんなルールあるんですか。私はだからそういうスタイルじゃないんですよ。私はまずそんな暇ないんですね。そんな暇ないので、じゃあ文句あったら来るって言うんだったら、まあ、ってやらないではないわけですよ。逃げるつもりはないですからね。はい。それがいきなり何、一人で来いとかで殴り合いをするとか、なんであんたと殴り合いをしなきゃいけないんだと。それって脅迫ですよ、言っときますけど。私は別にそんなの別に行かないですし怖くないですけど、普通それ脅迫ですからね、言っときますけど。はい。だから結局言論に背向けてるよな。はい。というわけです。まあ別にね、謝罪してほしいわけでも何でもないんです。私がびっくりしたから、こんないい加減な人だったのっていうことでびっくりしたというだけです。で、まあ、で、私ね、そのね、酔っ払いながら、彼が酔っ払いながらね、事務所に来いとか叫んで、いや、お父さん金もらってたじゃねえか、週刊誌で読んだぞとか言ってるわけですよ。何話ずらしてんだよ。ゴールポストずらしてんじゃねえぞと。なんかどっかに向き合ってたら、なんかその作法が身についちゃったんじゃないですかね。ゴールポストずらしちゃダメですよ、これ。話はぐらかしちゃダメですよね。自分の言論には自分で責任を取ってください。はい。というわけですね。それだけのことです。はい。いや、別に裁判するんですかっていう。まあ、どっちでもいいですわ、それ。言っときますけど、これ、裁判したら向こう勝てるわけないでしょ、こんな証明できないんだから。ね、こう証明しなかったら名誉毀損ですからね、こんなものは。はい。まあ別にどっちでもいいです。なんかもう、なんかコイントスして決めようかしら。どっちでもいいです。訴えても訴えなくたって。その価値もないわ。訴える価値もないけど、訴えない価値もない。どっちでもいいわ、そんなものは、本当に。はい。まあとにかく、はい。で、2回目の公開質問状を出しましたけども、1回目は返答があったんですけど、2回目の公開質問状を出してからは、2、3日経ちますけど、お返事がないですからね。はい。というわけです。はい。というわけで、桜井誠さんに関しては、これで終わります。